玉野春南は、日本の生理学者、薬学者、学位は博士、静岡県立大学薬学部特任講師、大学院薬学研究院特任講師、アマシャム株式会社での勤務を経て、理科学研究所加速機基盤研究部、奨励研究員、静岡県立大学薬学部特任助教などを、歴任した。静岡県立大学に進学し、 薬学部の薬学科にて学んだ。1991年3月、静岡県立大学を卒業した。そのまま、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。1993年3月、静岡県立大学の大学院における修士課程を修了した。なお、博士論文、単眼動物における亜鉛動態体の解析、 宿主の亜鉛応答と放射性亜鉛による癌の画像化により2001年1月17日に博士の学位を授与されている。大学院終了後は1993年4月にアマシャムに入社した。その後、理科学研究所に入所することになり、1999年4月より加速器基盤研究部にて奨励研究員を務めた。また、その傍ら他の教育、 研究機関の役職も兼任していた。2001年4月より母校である静岡県立大学にて薬学部の客員共同研究員を兼任していた。薬学部においては医薬生命科学分野を受け持っていた。また2012年4月より再び静岡県立大学にて薬学部の客員共同研究員を兼任していた。薬学部においては主として 生物薬品科学分野を受け持っていた。同年7月、客員ではなく正式に、静岡県立大学に転じ薬学部にて、特任助教に就任した。2015年4月、静岡県立大学の薬学部にて、特任講師に承認した。薬学部においては、主として、薬科学科の講義を担当し、統合生理学分野を受け持った。また、 静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の特任講師も兼務した。大学院には研究員・学部生が導入されており、薬食生命科学総合学府での講義を担当し、統合生理学教室を受け持った。専門は、生理学や薬学であり、特にアルツハイマー病やパーキンソン病の病態を解析するとともに、それらを予防するための研究に従事した。 また、脳におけるメタロジオネエンの機能の解析にも取り組んだ。これまでの業績に対しては、2007年には、メタルバイオサイエンス研究会研究奨励賞が授与された。2019年には、日本微量元素学会より、ハマリ薬品賞が授与された。学術団体としては、日本薬学会、日本神経科学学会、日本毒性学会、 日本ビデオ元素学会などに所属している。ありがとうございます。